マーメイドルマーメイドルとジギョットのアメリカバルーンバランス。わーい、この動画にたどり着いた人はもうシオンとリュウ、あ、ケンマで、タナコちゃん VS ホンダを見てくれたと思うんですけども、はい、今日も集大成としてこの2人で戦ったらいかがですか。そういうものですね、はい、なので動きを確認して、はい、やりましょう。でも田中さんの前回のがあるんで簡単でもいいよね。はい、よろしくお願いします。でかラスボスですよね。そうです。うちのチュンリーは父親をやられて育ててるから、はい、でそう、あ、そうか、すごく因縁なキャラですか。そうですよね、見たことね。やっていきたいと思います。じゃあまずフォワードを組みましょう。わかりますか。はい、やってみます。でもう、タナコでいきなり最高しちゃおう。じゃあどうしよう。はい、はい、ここでコバーキックで決めましょう。おっ、コバーキックスライディング、あー転ばないように立った、立ってシッてやるんですか。そう、そのままで、はい、いくか、はい。全部タラコちゃんが先行してやってる。あー、覚えました。はい、で準備を取り込んで、ピシッ、やそう、目がピシッピシッピシッと、インバーのキック、うわ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 、ユーロンピシッ、やピシッピシッピシッ、で、インバーのキック、大人気格闘ゲーム、ストリートファイター2より、ベガ対チンリの激闘のモノマネ。ラウンド1、ファイト。攻撃とか覚えてれば、あと相手の動き見て、
であとこう何ですかね、こういろいろ打ち合わせしてこれ出すよとかやってれば簡単なんですけど、初めてはちょっとね、格ゲーをやってこないとね。そうですね、意味がよく分かってないからね。俺1日8カ所ぐらい回って、はい、次じゃあ本気あるとこ本気あるでこの東京タワーの下でやってください言われて、ちょっと行きますって言われるから、ちょっとだけ時間ください。あ、じゃあ行きます、はい。テレビクルーさん知らないから、はい、そう、はい、何でもできると思ってる。そう、あ、なるほど。着替えたばっかのに行きますって、あ、ちょっと組み立てるんでちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいって普通に言ってましたけど、行けるわけねえだろバカと。そんなわけねえだろ。すごい。あっ、これあとでピン入れてきますね。タロちゃんはどうでした？いやもうね、本当にもう難しくて、あのでもすごい私がメガになった気持ちになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よく言えました。楽しい。というわけで最後ね、はい、動画の皆さんに一言お願いします。はい。はい、皆さんもぜひね、この動画のね、ストリートファイター2の動画のシリーズが続きますように、みんなグッドボタンとね、チャンネル登録よろしくお願いします。ドラゴンさんのチャンネルも登録してね。お願いします。お願いします。じゃあ最後にウィンドルフショー、 You win プー、プー、サイ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 、またお会いしましょう。ありがとうございました。ストリートファイター5チャンピオンエディション大好